皆さんこんばんは。元男の子だけど元女子アナ、青木かのんです。今回の動画はバク転シュートベイブレードシリーズのバトル動画になります。こちらです。以前開封動画を出したドライガースラッシュ、そしてじゃーん、こちらバーニングケルベロス、今回はこの2つをバトルしてみたいと思います。今回のバトル動画じゃなくて開封動画も見たいよという方は画面の下から再生リストに飛んで開封動画見ちゃってください。このドライガースラッシュは9月にベイブレードバーストの仕様で復活するので超楽しみです。ではバトルスタート。ワン、ゴーシュ。うわ、ビットチップが取れた。でも勝つ、こっちは。うわ、よっしゃ、勝ったんじゃないかな。中のビットチップが取れた。あ、飛んだ。飛んだ。あ、本当だ。竜が出たってこと、今。竜が出た。竜じゃない。白虎。白虎、タツノコ。意味わかんない。ゴーシュート。タイガースロー。思いっきり力入れてる。でも負けない。白虎このとこで負けてはいけないんだ。ほら。めっちゃすごい。ゴーシュート。また飛んだよ。あ、今白虎が飛び出たんだと思う。で、しかもやられた。ピットチップが、ビャッコそんなに飛びなかったのか。ゴーシュート。うわ、タイガークロー決まった。はい、はい、今だタイガークロー、決まった。ゴーシュート、タイガークロー、おっしゃー、おーしゃー、うえ、タイガースラー、熱い。うわ、タイガークローが決まった。さあ、レイ選手の勝利だ。負けた、えぐられた。いかがでしたでしょうか。すごい強いですよね。バック転シュートシリーズのベイの中で多分3本の指に入るぐらいこのドライガースラッシュは強いです。理由がねよくわかんないですけど、多分小ぶりな方で、しかもメタル軸だから強いのかなと思います。これからですね、以前出した開封動画のベイをバトル動画としても上げていきますので、ぜひぜひ見ちゃってください。そして最後に告知です。もうすぐです。もう3日後に2日後、7月24日日曜日お昼の14時から東京の上野で、私が主催の、青木かのん第3回ご飯会を開催します。内容はですね、天太郎さんを貸し切りにして、私一人とあとは視聴者の皆さんでテーブルで囲んでご飯を食べたりとか、お話をしたりとか、いろいろ交流できたらいいかなと思い企画しました。お席がもうほとんどないのかな、確か。なので、締め切りは特に設けてないんですけど、満席になったらツイッターにで告知しちゃうので、それまでに、来れるっていう方はぜひぜひ、もう本当数式しかないんで、画面の下から予約フォームをクリックして行っちゃってください。予約に。はい、では本当のバイバイ、じゃあねー。